扶養は、青いカ扶養属の落葉低木。種小名ムータバリスは、変化しやすいのい。扶養は、ハスの微小でもあることから、特に区別する際には、寄風葉とも呼ばれる。花言葉、繊細な美、しとやかな恋人、美人に地中の花の色の変化中国、台湾、日本の沖縄、九州、四国に自生する。日本では、関東地方以南で観賞用に栽培される。 幹は高さ1.5から3メートル。寒地では冬日上部は枯れ、春に新たな芽を生やす。葉は五生し、表面に白色の単毛を有しての平状に浅く3から7、列する。7から10月初めにかけてピンクや白で直径10から15センチメートル程度の花をつける。朝咲いて夕方にはしぼむついたち花で長期間にわたって、 毎日次々と開花する。花は他の不要族と同様な形態で、花弁は5枚で海鮮手腕状に広がる。先端で円筒状に散開するおしべは根元では筒状に融合しており、その中心部からめしべが伸び、おしべの先よりもさらに突き出して5列する。果実は果てで毛に覆われて多数の種子をつける。 同族のムクゲと同時期によく似た花をつけるが、直線的な枝を髪型に伸ばす、ムクゲの樹形に対し、本種は多く枝分かれして、横にこんもりと広がること、葉がムクゲより大きいこと、メしべの先端が曲がっていることで容易に区別できる。不要と、ムクゲは禁煙であり継ぎ木も可能。南西諸島や九州の島しょ部や伊豆諸島などでは、不要の繊維で編んだ紐や綱が確認されている。 古式島列島の下古式調瀬の裏では、不要の幹の皮を糸にしておった衣服が、日本で唯一確認されている。ビーダナシは軽くて涼しいために重宝がられ、裕福な家が、破歴として着用したようである。現存するビーダナシは、下古式島の歴史民俗資料館に展示されている四着のみであり、いずれも江戸時代か明治時代におられたものである。ありがとうございます。